いやもうね、三強で硬いのかなって思ってます。いやまあいろいろ考えたんですけど、もうどんな展開になっても、特にサーテルナーリアなんかは、まあ、前走時計を持っていないから時計勝負になった時にどうかなんてことが言われてましたけれど、まあ、それにしっかり対応してきましたし、上がり勝負になったとしてもその皐月賞より前のレースでその強さを見せてきたわけですよね。もうどんな展開になってもサートルナリアが突き抜けるんじゃないのかなって思ってます。はい、やっぱ予想するものとしてはもう断然の一番人気じゃないですか。とにかくアラを探してこんなのどうですかみたいなことをね、動画で喋りたかったんですけれど、もうどれもね、もう苦しい言い訳にしか聞こえないんですよそうなの。もうこう紙に書き出してさ、こんなのどうですか、こんなのどうですかみたいなことを珍しくもう練習してたんだけど、もうね、どれも、いやそれは言い過ぎでしょってことをね、言われるのがもう目に見えてるようなことばっかりで、なんかもう最終的にはなんかサートルナーリアの名前の由来って、そのサートルナーリア祭って言って、こう古代ローマの儀式なんですけど、その古代ローマの儀式、サートルナーリア祭って、悪魔を崇拝する儀式なんですよね、あれって。でその悪魔を崇拝する儀式にダミアンジョッキー、悪魔の子の名前を持つレーンジョッキーが乗ったということで、一着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 で悪魔の蜜を吸わされて、信じきってる僕らをここらで突き落とすんではないかっていうことをね、本気で言おうと思ってたくらい、サートルナーリアについてのマイナス情報がなさすぎて、ちょっとまあ一枚抜けてるかなって思いますね。すごい硬いし配当つかないと思うけど、この馬を頭で買ってもいいのかなって思ってます。川田ジョッキーの共同会見のコメント見た方います？川田ジョッキーといえばね、そのコメントの的確さがすごくて、その通りに結果がなったりとかね、こうすごく的を得たコメントをしてくれるジョッキーなんですけれど、いやもうサートルナーリアは着差以上に前走強かったと。で前走は休み明けだったからちょっと全然動いていない感じだったと。一回叩いてる今回はもっと動いてくるだろうってことを言ってるんですよね。川田ジョッキーがこんなに言ってるってことは、やっぱりもう1枚も2枚もね、抜けてるような馬なんではないかなって思いますし、ちょっと僕意外だったのが、凱旋門賞に登録してるんですよね。で、やっぱこういうガラスの足の一族だから、4歳ぐらいに、まあ、なんか登録して、まあ走ってくるのかななんて思ってたんですけれど、もう3歳のこの時点で登録してますよね。だから、もう結構本気で、しかも、今がめちゃめちゃ充実してるんだなっていう風なことを、なんかすごく感じてきたんですよね。だからもう今が本当に充実している時期で、ここで買わなきゃいつ買うんだっていう風な仕上がりになってるのかなって思いました。ノザファームの大社長様も負けるなら皐月賞かなっていう風なことを言っていたんですよね。ですのでもうダービーだったら確証級って思ってるってことですよね。で、プロの方たちがみんなそうやって思ってるってことは、もうサートルナーリアでいいんじゃないのかなって、はい、思いましたね。特にもうないです。マイナスのことはもう言えないかな。はい、いろいろ探してみたけど。で、他の3頭に関しては、なんかベロックスについてはもしかしたら取りこぼす可能性もあるかなって。思ってて、月曜日の動画で少し話したんですけれど、やっぱジャスタウェイサンクって圧倒的にキレがないなって思ってて、ちょっとね、調べてみたんですけれど、2019年のジャスタウェイサンクの、上がりタイムで33秒台を使えてる馬って、まあ、どれくらいいるんだろうってことを調べてみたんですね。そしたら、ちょっと待ってね、293頭中7頭だったんですよね。これってめちゃめちゃ少ないんですよ。ディープインパクト3区が、781頭中129頭ですので、もうその差は歴然かなってやっぱ思うわけなんですよね。まあ、今回出てくるアドマイア・ジャスタもそうですけれど、やっぱりね、このジャスタウェイ3区って基本34秒ぐらいがこの3区のもう限界値だと思うんですよね。で、そういった切れ味しか出せないとなると、やっぱ東京になって、ものすごい鬼足を使ってくる馬っていうのも中にはいるので、なんか無欲の差し馬が、このアドマイア、ごめんなさい、ベロックスを、もしかしたらギリで刺してくるみたいな展開もあるかなと思って、このベロックスはもしかしたら取りこぼす可能性っていうのもあるかなとはちょっと思いました。はい。ぐらいですかね。まあ、でもなんか調教めちゃめちゃ動いていたみたいなので、まあ、それこそ正攻法で、バンバンこうね、
こうタフな展開みたいな流れになったら十分残ったりすると思うので、相手には十分入れたいかなと思ってます。はい、ですかね。うん、まあでもそう言っても本当に3頭の力差ってそんな言うほどないかなって僕は思うので、うん、やっぱさ、もう1年に1回のダービーだから、もうなんか好きな馬を買うでもいいかなとも思ってるんですよね。まあ予想家としては失格なんですけれど、まあでもなんか1年に1回ぐらいはもうずっと好きだった馬を買うっていうのもなんかいいんじゃないのかなと思ってて、去年は僕の去年の動画とかも見てくれてる方わかると思うんですけど、僕エポカドールがすごく去年まあ好きで、でエポカドールの単服買って応援してたんですけど、まあ2着だったんですけどね、なんかすごくねやっぱ良かったなんか好きな馬をずっとこうね一頭だけ見て応援するっていうのがすごく良くて、なんかダービーってやっぱそういうレースかなとも思うから、うん、そこにもう主義主張は関係なくね、そう一頭自分の好きな馬を応援するってことで、なんか好きな馬を応援するでもいいんじゃないのかなってはい思ってますね。はい、という感じです。はい、とまあね、好きな馬を買えばいいんではないかなと推奨しつつも、まあ、一応こうやって、まあ、僕は予想動画をこうやって出してるわけで、で、わざわざこうやって皆さんも貴重なお時間を使って僕の動画を見に来てくれてるわけなので、まあ、何か一つね、こう、あ、面白いなって思えるものっていうか、あ、見てよかったなって思えるものを何かやっぱ一つ提供したいなって思うので、ちょっとね、一つだけお話ししたいなって思ってるんですけど、まあじゃあそのベロックスが、こう、刺される相手っていうのは、じゃあどの穴馬かっていうね、話をしてみたいなって思うんですけれど、はい、ということで、じゃあどの馬が穴馬になりうるのかっていう話を一つしてみたいなと思うんですけれど、僕最近東京オリンピックのチケットを何か取りたいなと思ってて、で、じゃあどの競技がいいかなみたいなことを今調べてみてるんですけど、陸上がすごく好きで、なんかこの前も陸上を10倍楽しめる本みたいな、ちょっと怪しいカタログ本みたいなの買ってきてさ、なんか今夜寝る前にそれを夜な夜な見るのがすごく好きなのね。ニヤニヤしながら見てんだけどさ、長距離のクロスカントリーのコラムが非常に興味深くって、クロスカントリーって競技の難しいところって何かっていうと、もう鍛える段階の話なんですけど、足の筋肉のつけるバランスが難しいところなんですって。クロスカントリーって山を登ったり下ったりこう長距離走っていくって種目なんですけれど、山登りと山下りでは求められる脚力が全然違うんですって。山登りっていうのはとにかく足の筋肉量が大事で、筋肉量がないともう上がれない、その全部筋肉が疲れてしまうと足が上がんないから、つまり足が止まってしまうというふうなことになるんですって。だから足の筋肉量っていうのがとにかく山登りでは大切なんですって。に対して山下りの方はほぼ重力で走っていくことができるわけだから、足の筋肉量っていうのはそんなに大事じゃないと、むしろ足の筋肉量が今度は多すぎてしまうと下っていくときにその重すぎるから負担がすごくなるんですって、足への負担が。だから足の筋肉量が多すぎると今度は下り坂では不利に働くことがあるというふうに考える向きもあるんですって。だからこのクロスカントリーっていうのは難しいんですって。求められる力が全然違う2つの種目を同時にやらなくちゃいけないから。そう、箱根駅伝の山登りと山下り、その5区と6区の選手では全然求められる力が違っていて、トレーニングの方法も全然違うってことを聞いたことがあったから、あ、なるほどなって思ったんですけど、下り坂を走っていくってことと高速馬場で競馬をするってもう非常に似てることだと思いません？僕すっごく思うんだけど、高速馬場ってもう地面がすごく硬いからもうめちゃめちゃ走りやすいぜってことで、その自分の持っている力以上のものを、言ってみれば下り坂の重力のような力を借りて出せちゃってるってことだと思うんですよね。僕も中学の時下り坂でうわもう止まらねえぜとかってバーって走ってったら次の日めっちゃ足を痛めたことがありますよ。なんかそれに近いかなって思ってて、であるならばですよ、そのさっきのクロスカントリーの理論で足の筋肉量が多い、つまり馬体が大きい馬、馬体重の重い馬っていうのはそうやってスピードの制御の効かない高速馬場では非常に足への負担っていうのが大きいんじゃないのかな。だからだと思うんですけれど、まあ、毎年恒例この時期のこの高速馬場の東京のダービーで怪我をしてしまう馬っていうのはみんな馬体の重い馬ですよね。そう、
さっき調べてみたんですけれど、去年だったら北のコマンドール、この後に右前足の屈腱炎だったっけかな、490キロの馬ですし、同じくグレイル怪我してましたね、494キロの馬です。サンリバル両前足の、骨折か、あとはなんか炎症を起こしてましたね、はい、人体の炎症か起こしてましたね、486キロです。そう、他にも歴史をたどると、例えばドゥラメンテとかアドミラブルとか、アポロソニックなんかも530キロぐらいの馬だったと思うんですけれど、そう、やっぱどの馬も怪我してる馬っていうのはみんな馬体が重いんですよね、うん、このスピードの制御のできない高速馬場でやっぱり馬体重の重さっていうのはそれだけ足への負担がかかるってことだなって思うんですよね。そう、であるならばね、これってすごく使えるファクターになるかなって思うんですよね。多分今年のダービーだって当然高速馬場でしょ、多分レコード出るよね。そうってなったら、やっぱり馬体の軽い馬っていうのが重い馬に比べてそういう負担っていうのがすごく少ないから、軽快に走ってこれることっていうのができるんじゃないのかなって思うんですよね。でそう考えると僕一つしっくりくるなって思うことがあって、今のさ東京開催 G1 が始まってもう3週間か経ってますけれど、まあ10番人気以下の穴馬が結構激走してますよね、14番人気のケーデンスコール、11番人気のクロコスミア、13番人気のカレンブーケドールといましたけれど、なんと前頭馬体が460キロ以下なんですよ。みんな軽いんだよね。クロコスミアに至っては440キロですからね。そう、今年レコードが出た大花賞とか、京都の高速馬場の天皇賞春とかも、やっぱり穴を開けてる馬ってみんな馬体の軽い馬なんですよね。そうなの。だから今回も穴を開ける馬って絶対高速馬場になるだろうから、馬体の軽い馬なんじゃないのかなって思うんですよね。僕まだギリこのことってバレてないと思うんですよ。まあ言ってみれば一つのオカルトになるんでしょうけれど、まあオカルトであるならばバレてしまったら次は来ないっていうふうなことですので、安田記念あたりでバレるんじゃないかなって思ってるので、まあここらで提唱しておきたいなって思ってるんですけれど、そう、ずっと馬体の軽い馬が穴を開けてるんですよ。それはなぜなら高速馬場だから、さっきのクロスカントリーの理論っていうのがなんとなく反映してるんじゃないのかなって思うんですよ。そう、だから、まあ、今回で言うと、内枠に入って馬体の軽い馬、エメラルファイトとかさ、なんかちょっといいんじゃないのかなって思うんですよね。はい、まあもちろんね、馬体の重さ軽さだけで競ってるわけではないから、もちろん馬の力を見てあげなきゃいけないのは当然なんですけれど、まあその穴馬を見抜く一つのヒントとして、この馬体の軽さっていうのが今高速馬場でめちゃ穴を開けてるっていうふうなことなので、そのクロスカントリーの理論と一つ合わせてね、ちょっと考えてみていただいたらどうかなってちょっと思いました。はい、ということで今年の日本ダービーはこんな感じで印を回してみまして、こういった買い目で今のところは勝負したいと考えております。また正確な買い目の方は当日ツイッターの方で10分前までには報告しますので、興味がある方はぜひ概要欄のリンクから僕のツイッターをフォローしてチェックしてみてください。そしてインスタの方も始めましたので、ぜひそちらもフォローしてみてください。よろしくお願いします。で、ダロン・キングリーがいいなって思うんですけれど、やっぱ最終追い切りのポリトラック調教がどうなのって思ってる方も多いと思うんですが、僕はむしろこれ良かったなと思ってて、なんか心理学のパブロフの犬じゃないけれど、馬にレース前だと認識させる意味ではすごく良かったかなと思うんですよね。共同通信杯前も、皐月賞前も、実はこの一周前追い切りで盲時計を出して、で、最終追い切りでポリトラックで馬なりで追うってことをやってるんですよね。で、それでレースに臨んでるじゃないですか。だからダノン・キングリー自身は、あ、こういう過程を踏むとレースなんだっていうふうなことを多分覚えてるんじゃないのかなって思うんですね。てか覚えさせようとしてると思うんですよ、調教師の方は。であるならば、共同通信杯と皐月賞とかなりいい走りをしてきたわけなので、今回もしっかり集中してレースに臨んでくれるんではないかなって思うから、この調教パターンで良かったかなって思ってます。この追い方をすると、あ、レースなんだって多分ね覚えてると思うんだよね、条件反射で。だからすごくこう、もう走る気満々でやってくれるだろうなって思うから、すごくいいと思います。まあ、またねこう詳しい話とかに関してはまた生配信の方でまたしたいなって思いますので、ぜひ明日の9時ぐらいから始めたいかなって思ってます。今週はまあ2時間ぐらいをちょっと予定しているので、はい、そんぐらいで行いたいなと思っておりますので、ぜひお時間がある方は覗きに来てください。はい、ということで先週は川江ちゃんの結婚ということで、国枝栄旧車でした。今週はジャングルポケットのおたけさんがご結婚なさったということで、
おたけゆたかさんでいいんじゃないですかね。横山おたけしもいるか。はい、このどちらかでいいかなって思ってます。はい、ということで、今回は最後までご視聴ありがとうございました。ではまた、明日の生配信でお会いいたしましょう。ありがとうございました。